こんにちは、ムンです。今回は星3最強ディフェンダーを見ていきましょう。皆さんはガチスカで使える星3選手を探したことがありますか？おそらく皆さん一度はあるでしょう。またその経験がなくても使ってみたいという方は多いはずです。はい、今回はコスパ星3選手のディフェンダーに絞って紹介していきます。この動画では守備能力を95以上に育成できる星3通常選手を紹介していきます。はい、ディフェンスや守備が全てではないですが、高ければ弱いことはないはずです。はい、気に入った選手がいればガチスカで使ってみてください。それでは行きましょう。はい、一人目、ガブリエル選手。守備に全振りした場合は95、96、98、99。通常の育成だと88、89、91、96。はい、そしてフィジカル面は全て70超え。能力かなり高いですね。スキルは闘争心、インターセプト、マンマーク、スライディングタックル。全然使えそうな選手ですね。はい、ドルクハントケズ選手。守備能力は95、99、98、99。通常の育成だとこんな感じ。で、DMF の育成をするとこちらになります。はい、スキルは、闘争心、インターセプト、ミドルシュート、マンマーク、ワンタッチパスなど、まあ、たくさんありますね。はい、今、この選手は DMF だと総合値が2上がりますので、まあ、DMF での起用の方がいいかもしれないですね。はい、イルストンド選手。守備全振りだと96、99、95、97。普通に育成すると強そうなサイドバック。そしてセンターバックの育成をしてみますとこんな感じになります。スキルは、闘争心、インターセプト、スライディングタックル、エアバトル持っています。はい、今、能力スキルはかなりいいですね。はい、今、あとはもう少し身長があったらっていうところですね。はい、次、ディアキテ選手。はい、守備能力全振りだと96、95、97、95。はい、普通の育成だとこちら。センターバック育成すると守備は90前後。で、スピード、フィジコなどは80いきます。スキル、ヘッダー、インターセプト、マンマーク、エアバトル、ブロッカー。で、身長が185センチ。普通にセンターバックで使えそうですね。はい、次はシェイマス・コールマン選手。はい、守備能力は95、99、95、97。スキルは闘争心、インターセプト、ピンポイントクロスなどを持っています。はい、次、マデオ・タンロンゴ選手。はい、能力は95、96、95、99。はい、そして普通の育成だと86、87、86、92。はい、まあ、能力は高いですね。スキルはインターセプトを持っています。はい、最後はターリク・ハーミド選手。はい、能力は96、97、98、99。この選手だけすべて96超えていました。はい、通常の育成だと89、90、91、93。これはかなり高いですね。スキルは闘争心、インターセプト、マンマーク。はい、試しに絶好調にしてみたらこんな感じ。はい、フィジカルコンタクトは少し低いですけど、守備は95超え。かなり強そうですね。はい、今回は星3最強ディフェンダーを見ていきました。以上です。バイバイ。